はい、あるです。高須戸パーク、レールコブやっとでき始めましたね。でき始めましたね。そこまで来てない。そこからだな。そこから多分深いわ。で、そこね、リフトから見たけどさ、深いんだわ。深いよ。で、その先は多分まだできてないわ。うん。ああ、やっとだね。水曜日からずっと雨だから、まあ、レールコブ楽しめるのもあと1週間じゃない？なんだっけ？あ、今日が8月、違う。3月19日、日曜日。16時半、16時20分ぐらいか。はい。だね、あのリフトはもう終わりだね。あと100人ぐらい登ってきて終わり。ゴンドラも終わり。さあ、ダイナ帰ろうと思います。今日は検定受けました。この動画はどうしようかな。あ、後で、アップロードするからいいか。落ちました。はい。この動画の前に、2本だけ、動画アップロードするけど、そこで落ちましたと言いますわ。さあ、あ、邪魔だったな、俺が邪魔しとったみたい。さあ、まあ、今度の一級のバッチテストは4月の2日らしいもんで、まあ、ちょっとね、雪がないんじゃないかなと思って、まあ、どうしようかな。まあ、やるなら受けるかもしれん。ただ、コブじゃなかったらさ、どうしよう。まあ、受かっても下手くそな一級ってことになっちゃうけどな。まあ、いいか、テクでチャレンジすればいいで。まあ、とにかく、まあ、後でそれは考えます。さあ、じゃあ、ダイナの連結分まで行きますかね。バナナタイプ。おー、深いな。コブになってる途中で。いや、今日ね、アップロードしたと思うけど、不整地のさ、すごい、コブがさ、深かったんですよ。深い上にガリガリ。ここまだ土、あ、見えてきたな、ここ。あそこね、あそこ。こうやってみんなボーダーさんがショートカットするとこね。だから今日が、そうだな、ここコブできかかっとる。ほっとした。さあ帰ろう。あ、これ一旦止めます。